クレレの紹介です。セルバってところのウクレレです。でソプラノタイプで、長さがだいたい50センチぐらい、木目がこうしっかり入ってるウクレレです。でパイナップル型で結構作りがいいので紹介します。でペグがギターの同じくギアペグってやつですね。チューニングがずれにくいやつです。でここがプラスチックだと思います。ここもプラスチックで、でも作りは結構しっかりしてて、こういう木の削り出しとかもちゃんとしてて、でここが取り替えれるような一般的なサイズの感じになってます。こことかも切り出しじゃなくてちゃんとこうカーブ描いてて、結構作りがしっかりしてて、でここはよく引っかかりがあるんだけどちゃんと削ってあるタイプです。でここも簡単にタウン取れて、今はちょっと力ちょっと入れると簡単に取れて交換できます。でここ弦が白なので見やすくて初心者にいいと思います。じゃあチューニングはチューニング iPhone のチューニングアプリで、音がいいので、まずは NEX5R で音取りしてます。結構音もしっかり出て、この厚みがあるからかな、音もしっかり出てていいと思います。まあ一つの音取りだとあれなので iPhone でも音取りしてみたいと思います。はい、 iPhone で音取りしてます。いい音です。